ここは矢場の南シャチバナナ畑の入り口から降りて、この畑に来る坂道を登ってきたところなんですが、ここに昨年ですね、10本ちょっとぐらい石垣島のバナナ苗、まあアップルバナナと言われていますが、それを植えたんですが、結構こういう大きな芋を植え込んだんですが、その親株はダメになって、こういう子株がですね、一本、ここも一本、そこも一本、今植え替えしている途中なんですが、一本ずつ出てきたんですね。普通は複数本出るんですが、ここは、まあ環境のせいもあるんでしょうけれどもね。まあこういう笹が、向こうの放任、雑木、竹やぶから仕掛けが伸びてきて、笹だらけなんですね。それで、まあ一本は、一箇所から一本ずつは確保できるようなので、まあ、この辺は出てきてないですからダメだったんでしょう。親も腐ったと思いますがね。まあ体感越冬性はあまりないですから。かといって、オイル、電気を使う温室とか、まあビニールを使わなければいけない無加温温室とかまで設置して育てて収穫したいバナナ苗を植えるつもりはないんです。なるべく路地で無駄な人為的加工エネルギー形態のものを使って、まあ栽培者の皆さんから見たら子孫の代には地球が階級、陸、海岸沿いから侵食されて、まあこのようにバタンと子孫たちが倒れると、そういうようなことに資する農業までしてバナナを栽培したいとは私は思わないんですね。後でこれ植え直しますけどね。まあ地球環境をダメにするような農法っていうのは矛盾してますから、農業というのは自分たち、自分と家族がまず作って食べる暮らしをして、それから収穫物で余剰のものがたくさん出ますから、そういうものを売ってお金を得て子供や孫の学資、生活資金などに充てるというのが本来の農というなりわいだったはずなんですね。まあそこからはもうかけ離れてしまってますが、それでこういうもうダメになった芋は見切って、来年、本年はまああと枯れちゃいますが、やればななになりますが、来年以降成長再開したら、ここからまた子株が出てくるでしょうから、そうしたら普通の、まあ東方、東地での普通のバナナ栽培に持っていけるんじゃないかと思って、ちょっと手間がかかるんですが、笹根起こしをしながら、そしてこういう出て、せっかく出てきてくれた子株をなるべく順調に生育してもらうために、根の方に、芋と根の方に障害がない状態の土起こし
土ならしをしているところなんですね。まあこうやってシャンと立ってやれ葉になろうとも、来年4月以降ですね、成長再開してくれれば、今回親株がダメになった時の神経の体幹越冬性よりももうちょっと体幹越冬性が強まっているはずです。それを数年辛抱強く待っていけば、あとは露天露地で複数本立ちになって、あと収穫も享受できるというふうになるだろうと思っていますね。まあ、こういう実験はもっと若い世代の方たちが露地でやってくれてね、こうなりました、何年かかってこうなりました、でも美味しいアップルダナナが収穫できましたと、そういうレポートをですね、他の人たちのためにやってあげたらいいと思います。とにかく無加温であれ、ハウス栽培というのはお金がかかりますから、初期投資が必要ですから。それとビニールを使うというのはですね、オイル、電気を使うのと一緒で、 JA はビニール売りに一生懸命になってた時代があったし、今もそうなんですがね、そういうものを使うということは環境破壊の一種ですから、まあ、なるべく自然にある環境そのままで、あとは栽培者の工夫で何とかできないものかと考えるような人たちが多く輩出してくれることを期待していますね。私にはもうそういう実験をあれこれしてレポートする余生の時間的余裕がもうないですから、他の方たちがやってくださったらありがたいなと思いますね。ああ、言い忘れましたが、芋は生きてて小株が出ても、こういう、まあ、いじけたような小株しか出てこない芋はおそらくもう生命力があまりないものなんですよね。まあ、こういうのもなんとか掘り上げて生かしていく工夫はするつもりですが、こういう小さな苗しか育たないような芋はダメだと思います。せめて12月に入る前にですね、色は悪くてもこれぐらいの何枚かの葉っぱを出してくれているような苗だったら、なんとか来年につなげられるんじゃないかと思うんですね。